皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。このニュースは8月12日にアーミーにとって素敵なサプライズとなりました。ネットユーザーたちは、現在兵役中の BTS メンバーの自民とジョングクの特別な瞬間を紹介するオンライン投稿に大喜びしました。投稿では、兵役を終えた上級部隊メンバーが Instagram に写真を投稿しました。 写真には自民とジョングクが軍服を着てかっこよく見える集合写真が掲載されていました。投稿にはアイドルたちがサインしたと思われるジャケットの画像も含まれていました。これらの写真が広まると、多くのファンが BTS メンバーが軍服を着て国家の義務に献身している姿を見て感動しました。兵役期間はまだ長いですが、このような小さな瞬間がアーミーに喜びをもたらします。 この写真に写っている自民とジョン・グクの存在は、現在芸能界で活動していないにもかかわらず、シンプルでありながら意味のある方法で支持者とつながり続けていることをファンに思い出させてくれます。この投稿はファンの心を動かしただけでなく、兵役を終えたアイドルたちが芸能界に戻ってくることへの期待を高めた。このニュースは、距離と時間が離れているにもかかわらず、 BTS とアーミーの絆が強いことを証明している。ファンは揺るぎないサポートを示し続けており、このようなシンプルな写真は長い待ち時間に希望と幸せをもたらしている。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。